どうもアニマル兄貴です。このチャンネルではですね、動物たちの面白すぎる生態について迫っていきます。はい、今日もですね、早速動物の生態紹介していきたいんですけど、まず一つですね、重大な報告をさせていただきます。実は5日前にですね、祝200人というところで動画を投稿させていただいたんですけど、大変嬉しいことでですね、昨日倍の400名の登録っていうところで、本当にありがとうございます。引き続きですね、皆さんが楽しんでいただける動画を作っていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、では今日の動物はですね、カラス。皆さんの頭でカラス想像してほしいんですけど、例えばこう見捨て場を荒らしてですね、不潔な鳥だとか、人間とかこう小動物を襲ったりとか、そういう怖い鳥とか、まあそういうちょっとマイナスイメージな鳥かなと思うんですけど、もう一つ忘れてはいけない特徴っていうのがありますよね。これがズバリとんでもなく賢いっていうところなんですよ。なので今日はですね、カラスの中でもどれだけ賢いのかっていうところに迫っていきたいなと思います。後ほどですね、本当にやばい賢さがわかる動画がありますので、ぜひ最後までお見逃しなく。早速なんですけど、今年の5月の8日に千葉県で JR の脱線の事故っていうのがあったんですけど、その時のニュースとかこう記憶に残ってる方っていらっしゃいますかね。で、実はこのニュースの中である興味深い話題っていうのが入っておりました。で、それは脱線自体は置き石による事故ですっていうところと、前の月も実は2回ぐらいそういう石を踏んだような跡がありましたっていうのがそのニュースの中であったんですね。で、何っていうところなんですけど、このニュースの中で人為的な仕業以外にカラスの可能性もあるっていうところがですね、ニュースの中で取り上げられたんですよ。なぜ容疑者にカラスが浮上してくるのか、ここ結構疑問に思う方もいらっしゃるかなと思うんですよね。だってですね、ピンポイントでカラスじゃなくても、まあ、他の動物がこう何か仕業をしたとか、そういうのもあるのかなと思うんで。ですが、これには実は理由がありました。過去ですね、脱線の事故が起こった中で犯人がカラスだったっていうものがあったんですよ、実際に。で、これが1996年に神奈川県で鉄道のレールの上にですね、カラスがこう置き石をしたっていうことが実は発見されてたんですよね。はい、ちょっと前置きが長くなってしまったんですけども、この置き石、実はカラスの賢さと関係があるんですね。カラスっていうのは貯食といってですね、特定の場所に餌を隠しておくっていうような習性があるんですよ。もちろん餌っていうのは常に潤沢にあるわけではないので、自分の生存率を高めるためにも餌をさまざまなところに隠してですね、餌がない時でもすぐに食べてこう飢え死にしないように、生存率を高められるように生活をしているというわけなんです。じゃあこの貯食と置き石による脱線事故、どんな関係があるのかっていうところなんですよね。はい、結論なんですけども、カラスが電車のレールの下の敷石、あそこの中に餌を貯食しているっていうことがあって、その貯食している餌をこう掘り起こした時に邪魔になった石っていうのを意図せずレールの上に置いちゃって、それが脱線事故につながったっていうことなんですよ。さらにこの貯食行動がですね、実はまた面白くてですね、何の食べ物をどこに貯蔵しているかっていうところをちゃんと覚えておいて、賞味期限が早い腐りやすいものから先に消費していくっていうところも行動として知られていると。で、さらには貯食をこうしているところを他の動物だったり人とかに見られてしまうと、その貯食行動の場所別のところに変えたりとか、そういうことをするっていう、こう状況によって行動を変えるっていうことも分かってるんですね。ここまででもですね、カラスが貯食をしてその場所だったり賞味期限まで覚えていてっていう賢さ分かっていただけたと思うんですけど、これだけでカラスが賢いっていうのはちょっと無理があるかなと。なのでですね、まだまだ賢さのお話っていうのはあります。突然なんですけど、まずちょっとこの動画を見てください。このカラスはですね、ニューカレドニアの島にいるカレドニアガラスというカラスなんですけど、興味深い実験をしております。こういうふうにですね、水と砂別々に入った管っていうのを置いておいて、まあ、そこにこう餌を置くんですね。で、石をですね、近くに置いておいて、どうやって餌を取るのかを観察するというわけなんですよ。はい、どうでしたかね。この動画
ん？何がすごいのって言うんですよ。もしかしたらいるかもしれない。説明すると、まずこのカラスはですね、水に石を入れると水位が上昇するっていうことをまず理解をするんですよね。で、その結果から、じゃあもう一つ石を入れると水位がまた上昇するんじゃないかっていう仮説を立てて、実際に行動に移して餌を取ることができたっていうところなんですよ。まあ、人間が何か物事を解決するときに、何かの事実から仮説を考えて、それを実験してみて結果を得ると、そういう改善の繰り返しっていうのをカラスも実はできたと、そういうところなんですよね。これもしかすると私たち人類の中でもちょっとできない人もいるかもしれないですよね。何かから見て何か行動を改善していくとか。なのでなかなかやっぱり高度なことっていうのをカラスがしていると。はい、実はですね、この実験以外にあと3つ大変面白い実験があるので、まずはそのうち2つをご紹介します。はい、これですね、細い管と太い管2つあって同じ水位なんですけど、まあ、どちらの方が餌を取りやすいのかと。これですね、はい、こんな感じで結果を分析して行動を変えていると。すごいですよね。はい、次はこの水位の高さと管の細さですね。これがミックスされた時にどう状況判断して行動を変えていくのかっていうところなんですよ。はい、いやーすごくないですかこれ。まあちょっとあまり言葉良くないけど、鳥ってそんなに頭いいのみたいなとこあったと思うんですけど、もう考えてちゃんと行動してるっていうのが見えますよね。はい、最後3つ目、この実験本当にやばいのでぜひ見てください。はい、まずですね、こんな感じで水位の上昇が何を行うと起こるのかっていうのを観察しながら理解をして行動に移してる。いやーすごいですよね。もう本当にこう石を落として水の中こうやって覗き込んでる時のあの表情とかって、もうなんか人間を見てるような感じだったですよね。まあ、ここまでいかがだったでしょうか。日本にいるカラスとカレドニアガラスっていうのはまた種類は別なんですけど、まあ、カラスとしてやっぱりあれだけ頭がいいんですね。はい、ちょっと最後になってきたんですけど、このカレドニアガラス、野生下ではどんな生活をしていると思いますかね。あれだけ実験の中でも賢い姿見せてくれたんで、野生だとどんな姿をしてるんだろうと、もしかしたらお察しつく方もいらっしゃるかもしれないんですけど、彼らはですね、自然下の周りにある植物を使って道具を作るんですよね。で、その道具を使って自分たちの餌を取っていくと。はい、早速なんですけど、これもまた動画を見てください。どうぞ。彼らのですね、餌であるカミキリムシの幼虫っていうのが木の中にいるんですよ。お手製の枝を突っ込んでですね、絶妙なさじ加減でカミキリムシの幼虫を引っ掛けると。で、まあ幼虫が噛みついてきた時にそれを気づかれないようにゆっくりと引っ張り上げて食べると。いやすごいっすよね。なんか猿が道具を使ってこう物を取るとかっていうのもすごいって言われるのに、カラスがですね、道具自体を自分たちで考えて、こういう枝だったらいいんじゃないか、こういう風に取ったらできるんじゃないかって考えて、ああいう風に餌を取ってると。つまりですね、彼らはですね、陸で釣りをしているんですね。なので簡単に言うと釣り竿植物を使って作っていたと、そういうことになってるんですよね。もう一つ最後になんですけど、実はこのカレドニアガラスっていうのは
住んでいる場所によって作る道具を変えているんですよ。どういうことかというと、住む場所が変わると食べる餌も変わってくるんですよね。なのでその食べる餌とかその環境に応じて道具を変えていると。で具体的なところでいくと、例えばトゲトゲの葉っぱっていうのをこう細工をしてですね、何かノコギリのようなものを作ると。ノコギリのような細いスティックみたいなものですね。でそれを穴の中に差し込んで、そのギコギコしてですね、そのギコギコにひっついてきた虫っていうのをかき出すような形で餌を取ると。いやさっきの釣りとはちょっと違うんですけど、道具を使ってですね餌を取っていくと。それがですね場所場所に応じて考えられるっていうところも、さっきの実験であったような仮説を立てて考えるっていうところから来ている野生の行動だったっていうところなんですよね。はい、ちょっとかなりてんこ盛りな映像でいっぱいでしたけども、実はですねカラスはこんなもんじゃないんです。まだまだ本当に面白い生態がたくさん眠っています。例えば鳴き声でお互いにコミュニケーションを取ってみたりとか、人間の顔を男性女性識別できたり、顔自体も識別できたりとか、他にも人間が蛇口をひねるところを見ていて、実際にそれを見て自分たちで蛇口をひねって水を出してみたりとか、そういう行動も野外では見られていたりすると、まあ、ちょっとこれまだまだ喋りたいところなんですけど、今日は一旦ここらでお話は止めていこうかなと思います。ではですね、引き続き他にも大変面白い動物がいっぱいおりますので、ぜひ紹介をしていこうと思います。楽しかったり学べたなっていう方はぜひチャンネル登録の方もしていただけると嬉しいです。あとですね、またこの知りたい動物なんかもいればぜひコメントの方に書いてもらえば優先的に紹介だったりもしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ではですね、動物と人を近づけるアニマル兄貴でした。バイバイ。